はい、大木です。今日はひとみちゃんの家に新しいブルーバードがやってくる日です。でもそのことはひとみちゃんもお兄ちゃんも犬の太郎くんも知りません。知っているのはお父さんとお母さんだけです。ひとみちゃんのお父さんはブルーバードに決めるまでにずいぶんたくさんの勉強をしてきました。大切な家族を乗せるのですから当然のことですね。まず最初にカタログや広告でどこが新しくなったかをじっくりと研究しました。ブルーバード 2000-3SX2 には新開発 SR20DE エンジンを搭載。日産の技術の粋を集めた90年代をリードする高性能ツインカムエンジンです。フルレンジ電子制御オートマチックは変速時期からロックアップのタイミングをきめ細かくコントロールするシステムです。またパワー、オート、ホールドの3つのモードを自由に選択することができ、マニュアル感覚に近い走りも楽しめます。最新のフルオートエアコン、 AM、FM、電子チューナー一体型、ドルビー付きカセットデッキも標準装備です。山道や市街地でシャープでトルクフルな走り、スポーティーな味わいが楽しめる新登場ブルーバード 2000-3SX2 の走りです。それから展示試乗会に出かけて本物を自分の目で確かめ、乗り心地、運転のしやすさを実感してみました。こちらは新登場の 1800FE サルーンです。静かさと燃費を両立させ、実用域で十分な加速を味わえる新開発の SR18DI エンジンを搭載しました。おすすめモード付きエアコンはセンサーが外気温、照明やワイパーの作動状況を検知して最適なモードを知らせます。切り始めの滑らかさと旋回時の切れ味の良いパワーステアリング。うわー、軽いのよ、とっても。運転席で全ての窓の開閉が操作できるパワーウィンドウ、
車速が15キロ以上になると運転席を除くドアが自動的にロックされますから、リアシートのお子様も安全です。ファミリーカーとして至れり尽くせりの 1800FE サルーンです。どうしてブルーバードはファミリーカーとして30年以上も変わらない人気を保ち続けているのか、いろいろな人たちの意見も大いに参考になったようです。強いて言えば、いつも新しい技術ってとこですかね。安全第一、丈夫で長持ち。やっぱり歩行者にとって安心できる車が好きですね。車の選択はその人の人柄そのものですね。やっぱりスタイルね。車来たな。車ブルーバードね、今や日本の風景の一部じゃないかな。今回ほど勉強になったことないですね。もうその人それぞれ、意見とか見方とか、もういろんな方が聞いたんですけども、本当に考えが違うのでびっくりしました。例えばですね、車はいつも変わっていくから生き物みたいだっていう方もいらっしゃいますし、車の種類も多いからどの車を選ぶかがその人の人柄だっていう方もいらっしゃるんですよね。ブルーバードは誕生以来なんとですね、660万台も生産されてるらしいんですよ。660万ですよ。例えばですね、北海道から沖縄までずっと走ってるわけですよね。だからそこのどこの景色を撮ってもブルーバードが見え隠れしてるわけですよ。だから日本の風景の一部っていう風になってるんじゃないかと僕は思うんですよね。まあうちの場合はですね、そうね、もうワンランク上の車にして、それで私も運転しやすいのがいいわ。スピード瞳ね、大きな車がいいの。だって太郎も一緒に乗るんだから。というわけで全ての条件を考えてブルーバードに決めました。まあ良き市民のグッドカーというところですか。まあブルーバードに決めて良かったと思いますよ。早く家族の喜ぶ顔が見たいですね。もうすぐひとみちゃんの家に新しいブルーバードがやってきます。ほら、今最後の角を曲がるところです。楽しみですね。